はい、皆さんこんにちは。お暑い中ですね、土曜日にもかかりませず、ようこそいらっしゃいました。それでですね、今日は、これ何回かシリーズでやらせていただいていますけれども、パネルディスカッションということで、今回はですね、ちょっと国際的な視野で、この地球温暖化の対策をですね、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。はい、それではですね、内容に入っていきたいと思います。今日タイトルがですね、世界はパリ協定の目標に、真摯に立ち向かっているかですね。パリ協定、ご存知の方、ご存知の方ってもすごく詳しくなってもいいですけれども、少なくとも聞いたことがあって、大体どんなものか分かっているという方もある、そうでない方は×を挙げているということになります。はい、ありがとうございます。はい、ほとんどまた丸ということです。バスの方も少しいらっしゃいますので、簡単にですね、まずパリ協定の、非常に一般的な説明を僕の方からさせていただきたいと思います。スライドをお願いします。その前のやつ、パリ協定ですね、これは国連、気候変動枠組条約の、第21回締約国会議というのが、2015年に、パリで行われまして、そこで合意された国際的な約束であります。で、翌年のですね、11月には、必要なその参加国が、批准締結という国内手続きを終えて発行、効力を発揮いたしました。で、非常に大まかに特徴を、申し上げるとですね、長期的な目標を設定した。で、これはちょっとこの後もう少し説明します。それから全ての国が、参加する。これはもう皆さんご存知のように、アメリカがうんぬんという話がありますけれども、後でそれはパネリストの皆さんに詳しく、論じてもらいたいと思います。で、全ての国が参加する、これは特にですね、途上国、中国、をはじめとする途上国も含めて、自分たちで目標を設定して、何らかのその対策をするという約束をする。これが非常に大事なことだった、わけですけれども、ですので、その各国が自分で目標を設定して、それを守るという形をとっています。それから長期に終わって、長期にわたって継続する、枠組みであると。で、5年ごとに検証と見直しをしながら、こうずっとパリ協定という仕組みは続いていく。で、それから、そのいわゆるその緩和、温室効果ガスの排出削減だけではなくてですね、適用とか、資金の、といったテーマを含んだ、その包括的な、仕組みであるということです。で、次お願いします。で、長期目標についてですけれども、ここに書いてありますように、世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2度よりも十分低く保つとともに 1.5 度に抑える努力を追求すると、そういうふうに書いております。で、世界平均気温というのはですね、産業革命前に比べて現時点ですでに1度ぐらい上がっております。ですので、今と比べて、今と比べると1度よりも十分低く、できれば今と比べて 0.5 度、上がるよりも手前で温暖化を止めたいという目標に、世界が合意をしたわけですね。で、この下のグラフがですね、いわゆるその将来予測、赤で書いてあるのが、ほとんど対策をしなかった場合に気温がこのように上がっていきますよという将来予測なんですけれども、対策を しないとですね、1.5 度というのは2030年ぐらいで超えていってしまう。2度も、対策をしないと2040年か50年ぐらいで超えていってしまう。で、結構これはタイトな、目標であるということをお分かりいただけるかなと思います。で、次お願いします。で、じゃあそれを実現するためにはですね、どれぐらいじゃあ温室効果ガスの排出を削減しなくちゃいけないかということ、これもパリ協定の中に書いてありまして、ここに、ありますよ。今世紀後半に人為的な温室効果ガスの排出と吸収源による除去の均衡を達成すると、つまりですね、人間活動によって排出する量と吸収する量をバランスさせる。言い換えると、人間活動による消費のですね、排出量をゼロにする。これを、今世紀後半、遅くとも今世紀末までに、実現すると。
いう、まあ、下のグラフにありますようにですね、まあ、これはあの CO2 だけなく世界全体の CO2 の排出量のグラフですけれども、現在までずっと増えてきたものですね、これからどんどん減らしていって、まあ、ゼロにしたいと、まあ、こういう目標に世界が合意したわけです。で、果たしてですね、これに向けてあの世界真面目に取り組んでいるのかと、いうことについて、まずはパネリストの皆さんに、まあ、どんなふうにご覧になっているか、伺っていきたいというふうに思います。じゃあ最初にですね、亀山さんから、どのようにご覧になっているかちょっとお話しいただきたいと思います。スライドをお願いします。亀山でございます。あのパリ協定っていうのはあのゲームチェンジャーって言われてるんですよ。それで、まあ、ゲームをパリ協定が変えたというよりかはむしろあのこの20年ぐらいの間にその気候変動を取り巻く情勢がすごく大きく変わったという意味なんです。あの次のスライドでお願いします。出てきます。ありがとうございます。で今ここにいらっしゃる方で比較的シニアな方は京都議定書があったじゃないか、京都議定書とパリ協定と何が違うんでしょうっていうのをお感じになるんじゃないかと思います。何が違うかというとその合意を取り巻く国際情勢が全然違うっていうことなんですね。京都議定書から今年でちょうど20周年で20年の間にまるで大きな船が少しずつこう舵を切って方向を変えていったように国際的なエネルギー情勢、産業構造、みんなの温暖化に対する考え方が非常に大きく変わってきました。でそれを示しているのがこの図であります。20世紀のものの見方というふうにあの名前を付けました。京都議定書が合意された時期は覚えていらっしゃるでしょうか。今でもこの考え方のままの人があのたくさんいらっしゃるんですけども、排出削減は経済的なコストだという認識です。再生可能エネルギーなんか値段が高くていられないじゃないかと、エネルギーを 消費量を減らすというのはそれは計画経済ですかと、私たちにその経済活動、生産活動をするなということですかと、我慢しろということなのかと、そういう認識であります。でみんなそあの排出削減を負担だというふうに考える世界だったものですから、それぞれの国がみんな自分だけが一人で負担を負うのが嫌だというふうに思い、公平性という言葉が非常に重視されることになります。日本が中国やアメリカよりも過度な負担を負ってないか、そこが一番のポイントだったんですね。で、そのようなみんなが考え方をするものだから排出削減目標を自分だけはちょびっと減らそうとするようなインセンティブが働きます。でそうするとそれを防止するために京都議定書のようにできるだけ約束は拘束力の持つ強いタイプの合意である必要が生じたんですね。それが京都議定書の世界でした。しかし今回のパリ協定は特にその目標に向かってみんなが目標を達成しなかったら何か罰があるとかそういう問題あの合意じゃないんです。非常に緩やかな合意でみんなそれぞれ自分の目標を自分で立ててでその目標に向かって自分で政策を取っていきましょうというすごく緩やかな合意なんですね。でなんでそんな緩やかなゆるゆるの合意で動くのかというと世の中が変わっているからです。排出削減が経済的に新しい活動に投資する機会、チャンス、オプチュニティというような言葉が非常に多く使われるようになりました。つまり民間企業が新しい再生可能エネルギーに投資することが今一番儲かるビジネスなんですね。そういう世の中になったということです。でそうなってくると排出削減目標を国が設定してくれると民間企業にとっては投資がむしろそれやりやすくなるんですね。安心して投資ができるようになる。でそうなるとそれぞれの国の公平性というよりかはむしろ民間企業にとって公平な市場アクセスといったものを配慮するのが国の政策の重要課題というふうに認識されるようになります。そしてそれを促すために国際的に公正な競争の場の設定というものが求められるとおり、パリ協定ではむしろそういったものを重視する合意になっているということであります。でそうなったらみんなほっといてももうみんな排出削減していくんじゃないかと思いますよね。確かにその通りなんですけども、残念ながらもうすでに気温が上昇していて、この市場のスピードだけに任せておいてもちょっとスピードが遅すぎるんですね。対策が間に合わない。だからやはり国際合意あるいは、各国の政策でもってさらにそのスピードを速めていくような努力が必要になります。次のスライドお願いします。で
エモリーから先ほど2度目標がパリ協定に入っているというような話がありました。2度というのは究極的な一番遠い目標であります。その先ほどの船の舵でいうと、その船が最終的にたどり着く場が2度とか 1.5 度なんですね。でしかしながらより中期的あるいは短期的な目標も立てるようにパリ協定となっていて、2050年では先進国は 75-80% を目指している国が多い。また新聞報道ではご存知の方もいらっしゃると思いますけど、短期目標としては2030年までに日本であれば2013年比でマイナス 26% という目標を設定しているわけなんですけども、その 26% という目標を設定して万歳終わったではなくって、日本はさらにさらにどん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 減らしていかなきゃいけないのだから、それに向けて今後どこにどう投資していくのかというものを検討していく。それがパリ協定の重要なポイントなんですね。短期目標だけ見てればいいんじゃなくて、中期目標、長期目標まで見据えたインフラの作り方、社会システムの作り方を考えていかなければならないと思います。最後のスライドいきましょう。これは1年前に国連が出したグラフなんですけども、各国 その短期目標と先ほど私が申し上げた2030年目標を足し合わせても、単純にその放っておいた何も対策をしないシナリオ、これが矢印なんですけども、それよりほんのちょっとしか減らないんですよ。で従来2度目標を目指すのであれば、この青い矢印のところまで世界の合計の排出量を減らしていかなければならない。で2030年目標を達成できて万歳ではなくて、むしろ私たちはそれを超えるような削減が進むような対策を自発的に取っていかなければいけない。それが今の国際的な最大の課題となっています。以上となります。はい、どうもありがとうございます。そういうわけでですね、今各国が2030年、ぐらいまでにどれぐらい減らすということを、パリ協定の前にですね、それぞれ提出したんですけれども、で、それはもちろんみんな本来と達成と、したいわけですけれども、それだけでは、実は足りない。短期的にはその目標の、深掘りが目指されるということと、そして2050年に向けてですね、75% か 80% とかの削減を多くの国を目指した。で日本もですね、2050年に 80% 削減するっていうのは閣議決定、してるっていうふうに、聞いてるんですけれども、日本政府の、方針取り組み、これを含めましてですね、はい、関谷さんにお伺いしてみたいと思うんですけれども、関谷さんはつい、この間まで、環境省でこの問題の担当する、責任ある立場に、おられました。で、国際的なお話と、日本の、方針について、はい、お願いします。関谷です、よろしくお願いいたします。私の方から今話ありました日本の取り組みということでお話したいですが、その前に少しだけ、トランプ政権の話も挟みたいと思います。今年皆さんニュースでたくさんご覧になったことだと思いますけれども、アメリカのトランプ政権が誕生しまして、パリ協定から脱退するという方針をですね、6月1日に発表しました。これがですね、非常にある意味大きなニュースになったわけなんですが、今日申し上げたいのは、これがですね、なんか世界にどれくらい影響を及ぼすかというと、実は大したことないんじゃないかということを、一つ申し上げたい。そのためには、日本も含めてですね、他の国がしっかりやっていくことはもちろん必要だというところで、日本の取り組みにつなげたいと思います。トランプ大統領は就任前からですね、温暖化対策がでっち上げだ、温暖化対策というか温暖化がでっち上げだということを言ってた人ではあります。で、公約をしたパリ協定の脱退というのを公約通りに発表したわけなんですが、でその後温暖化はでっち上げだと言ってるかというと言ってないんですね。むしろアメリカは引き続きやっていきますというメッセージを出しています。これはどこまで本気なのか、これは実は分かりません。実際何やるか全然発表されてない、どこに行きたいのか全然分からないので、そういう意味ではアメリカがですね、これからどうしていくのかまだ測りかねていますが、少なくとも昔言っていたようなでっち上げ説とか科学ではないみたいな、そういう主張がないということから
分かるように、あまりこうこの問題にですね、多分しっかりとした信念がないんじゃないかというのが、まあ、見立てであります。そういった中で次のスライドをお願いします。まあ、他の国、日本も含めですね、もうここはもうしっかり何もぶれることなくやっていくしかないだろうということで、一致しています。パリ協定は後戻りできない、でこれは我々の強いコミットメントだ、とにかく実施をしっかり迅速に進めようと、これが G20 の合意でもありますし、日本政府の方針にもなっているわけです。でアメリカでも様々な反応、これはまた後ほど、山下さんからご紹介あると思いますので、ちょっとここでは置いておきますけれども、とにかく脱炭素化という流れですね、これはもう変わらないというふうに思っています。次お願いします。で、日本の現状はどうかということなんですけれども、これちょっと細かいグラフなんで恐縮ですが、1990年から、ずっとこう棒グラフが並んでまして、青いところはですね、2015年までは実際に日本の排出量がどれくらいだったかというものです。それから2030年、2050年でちょっとこう色の薄い棒が立ってますが、これは日本が掲げている目標です。でこれに向けてこれから減らしていかなきゃいけない、まあ、そういう図になっています。で現状どうかというと、目標が2013年から、2030年に 26% 削減が当面の目標ですが、それに向けて今 6% 減のところまで来ました。実は震災以降ですね、原発止まって、火力発電ばっかりでやってるものですから増えてたんですね。でそれが実は頭打ちになって、2か年連続で減りました。実は皆さん節電だいぶやってこられたと思うんですが、震災以降エネルギー消費はだいぶ減ってんです。毎年減ってんです、ずっと。でところが、まあ、火力発電が増えたおかげでちょっと排出量増えちゃってたのが、ようやく今減ってきてます。でこれは、いろんな要因ありますけれども、電力の消費量が減り続けているということ、それから再生可能エネルギー、これ日本でも少しずつだいぶ増えてきまして、これが少しずつ効果が出てきて、いいんじゃないかというふうに分析をしているところです。でただ 26% まではですね、まだあと20ポイント下げなきゃいけない。でこれが当面の大きな課題であります。でさらに言うと、こうグラフの傾きで分かるように 80% ものすごい削減が必要になるわけですね。これは従来の取り組みでは多分できないだろうというふうに考えています。次お願いします。それで今政府ではですね、これに向けた長期戦略というのを作っていこうというふうに思っています。長期的にどう取り組むのかというのを、まず長期的なところを目指して、姿を掲げたいというふうに思っています。でまず、今日ご紹介するのはですね、政府全体というよりは環境省の中で今年の3月にまとめました長期低炭素ビジョンというのがあります。これのご紹介になります。で一つ大きな今回基本的な考え方はですね、これですね気候変動対策をきっかけとした社会経済社会の、諸課題同時解決。これ何を言ってるかというと、やはり先ほど亀山さんの話もありましたが、温暖化対策がこれから機会になっていくということも考え合わせますと、これは経済対策でもなる。でさらに言えば、日本が今抱えている地方の問題であるとか、あるいはこれから人口が減っていきますね、まあ、そういったところでこの温暖化対策をきっかけにこういった課題にも、トライして解決していこうと、まあ、そういうことであります。で大きなポイントの一つはですね、やはり生産性を上げていかなきゃいけないということなんですね。でその際に、まあ、単なる経済的なその生産性だけではなくて、炭素生産性っていう言葉をちょっとここで書いてますが、できるだけ CO2 を出さないで生産性を上げていく、つまり量から質へ転換で、それによって、まあ、例えばさっきの再生可能エネルギーにしても省エネのいろんな技術にしてもですね、これからたくさんこう市場が広がっていきますので、まあ、そういったところで需要を喚起して、さらには外需ですね、海外での需要も日本が獲得していくようなことをやっていこうじゃないか。これは地方に置き換えてみれば地域のエネルギーの活用とかそういったことにもつながるんですが、地方創生ですとか、あるいは日本の国土の強靭化といったところにもつながるんじゃないかと思います。
もっと広い視野で見ると安全保障面でもですね、将来世代に向かって、この気候変動からの脅威から守っていこうということでもありますし、エネルギーのセキュリティも上げていこうということになるかと思います。次お願いします。で、具体的に何やるかっていうのはちょっとあまり時間がないので、ごく簡単に、ご紹介します。これが大幅削減をするとした時の姿といっているものの一例です。これが全てではありませんし、もしかしたら違うシナリオもあるかもしれません。例えば産業ビジネスの方で言えば、なかなかもう省エネなんて余地がないんじゃないかっていう意見もあるんですけど、実はそうではない。例えばいろんな機器に使われているデバイスですね、半導体の一種ですけども、こういったものを新しい素材にすることでエネルギー損失6分の1、これ全部やるとですね、確か、原発4基分だったかな、日本だけでそれぐらい の節電効果があるというふうに言われています。それからエネルギー需給についても、再生可能エネルギーをはじめですね、低炭素電源というものを大幅に増やしていくことで、今の排出量を大きく減らせる。地域都市、こちらではコンパクトな都市づくりをやっていこうじゃないか。建物暮らし、こちらについてはいろんな建物ですね、これからゼロエミッションで、作っていくということをこれからやっていかなきゃいけない。移動、自動車ですね、自動車については電気自動車、あるいは燃料電池自動車が主流になって、石油を使う自動車は一部の大型車だけ、もう極めて少ないというような姿が想定されています。次お願いします。そういったものをですね、じゃあ実現していくためにはどうすればいいんだろうということなんですが、鍵はイノベーションという言葉だと思います。で、普通イノベーションというと科学技術のイノベーションなんですね。なんですけれども、実は技術だけできてもですね、世の中なかなか変わりません。なぜかというと、大体できたものは高い、ね、非常になかなかすぐには世の中入らないんです。で、これを入れていくためには、それを導入を進めるような社会経済のシステム自体を変えていく、そういったイノベーションも必要かもしれないし、また私たちが暮らしをしていく上でのライフスタイルを変えていく、そういったことも必要になるかもしれません。いろんな意味でのイノベーションというのをやっていかなきゃいけない。そのためにはさまざまな施策を導入していく必要があると思っています。で、日本の政策の中でいろんなことをやってますが、今足りないもの、他の国と比べるとですね、一番足りないものの一つがこのカーボンプライシングと言われているものです。炭素に価格をつける、つまり炭素を排出することにお金がかかるようにする。逆に言えば炭素の少ない排出で済めば安くなる、そういう仕組みにすることで、いろんな経済活動が炭素排出が少ない方向に向かう、そういった仕組みが必要じゃないかというふうに思っています。最後のスライドをお願いします。というわけで、いろんなお話しましたが、私たちの暮らしの中でもできることたくさんあるということで、今環境省の方ではこういったいろんなロゴがありますけど、クールビズは皆さんよく知っていると思いますが、最近クールチョイスということで、例えば家電は省エネの5つ星を選んでくださいとかですね、これなんだかゼッチって言いますから、ゼロエミッションハウス、そういったものをやりましょう、エコカー、こんなものをやっていることもその一つだというふうに思っています。以上です。お願いします。はい、どうもありがとうございました。かなりですね、日本の、方針取り組みについて全体的な話を、伺うことができました。ですね、どんどん続けていくんですけど、皆さんですね、今日も前回と同様になるべく皆さんと、一緒に考える時間を長く取りたいというふうに思ってますので、あと二方話題提供が終わったらですね、どんどんその皆さんに、マイクを受けていきたいと思いますので、ぜひですね、疑問に思うこととか、感じたこととかですね、ちょっと覚えておいていただきながら、聞いていただければと思います。はい、それでは次にですね、山岸さん、環境 NGO というかですね、国際的にも、活動していらっしゃる、NGO の立場から、この問題どういうふうに見えているのか、伺いたいと思います。お願いします。はい、改めましてどうぞよろしくお願いします。先ほど関谷さんからお話があったそのトランプさんにはですね、パリ協定嫌だよというその離脱宣言というのは6月1日日本時間だと6月2日のですね、すごい明け方にあったんですけども、私それウェブサイトでストリーミングで一生懸命生で見てまして、で、元聞いてた感想としてはですね、もう
なんじゃこりゃという感じで、本当にスピーチの内容としては国際社会がこれまですごく苦労して積み上げてきたものを全く無視して、なんてひどいことを言うんだこの人はって思ったんですね。すごくがっかりしました。私この仕事を始めて14年ぐらいなんですけども、その中でも1、2を争うがっかり度合いになったんです。ただその次に来たのですね、意外にもあれっていう感じでした。それがですね、次のスライドお願いします。ちょっとすごいスクロール入るのであれなんですけども、一気にですね、国際社会とそれから何よりそのアメリカ国内でものすごい反発の声が上がったんですね。そのトランプさんの反応に対して、まずはその州政府、ニューヨークとかカリフォルニアとかワシントンとかっていった州の人たちが、いやいやいや、あなたそういうけれども私たちはパリ協定支持しますからという意見。大企業、アマゾンとかアップルとか GE とかそういった一部の企業さんが、いやいや私たちは支持しますからねという声を上げた。で、市長さん傑作だったのはですね、そのトランプさんが出ますよというスピーチをした時のスピーチの中で、私はパリ市民を代表してるんではない、ピッツバーグ市民を代表してるんだって、同じ T で始まるから多分単に使っただけなんですけど、そしたらピッツバーグの市長さんがその数時間後の人のツイッターの中で、いや私はパリ協定支持しますって書いてたんですね。なので結構そういう市長さんも含めてうわーって、実際金曜日にその発表があって、明けた月曜日にアメリカ国内でもう1000以上のそういう大学、企業、州、都市の人たちが集まってですね、発表すると、一気に反発を示すっていう姿勢が出てきて、ああなんかちょっと違うなと、今までと全然違うなっていう雰囲気が出てきたのがすごく印象的でした。こうした流れは実は以前からありまして、次のスライドお願いします。パリ協定を前後してですね、これは国際的な企業さんの集まり、英語の名前で恐縮なんですけども、サイエンスベースドターゲット、通称 SBT というふうに呼んでいる集まりがあるんですが、現在ですね、大体300社ぐらい入ってます。ちょっと情報が古いんですけども、これ何の企業の集まりかっていうと、企業としてパリ協定と、合致するような排出量の削減目標を持ちますよと、そういうような、同盟なんですね。でそれに参加している企業さんが世界中で300社ぐらいいて、その中でも日本企業は大体30社以上います。なので結構ですね、日本企業もこの中で頑張っていて、今こちらの画面に映し出しているいるそのリストの中に入っているような企業さんもこの同盟の中に入っています。なので企業さんの方からの声として、いや私たちはパリ協定が大事だと思っているし、2度という目標も大事だと思っている、だから私たちもそれに合致するような目標を掲げますよというような声が出てきているんですね。すごく心強いメッセージだと思います。次のスライドをお願いします。またちょっと違う角度から見たときに、先ほどからちょっとその CO2 の削減という話がありますけれども、 CO2 を削減する一つ有効な手段として、じゃあなんで CO2 が出るのかというと、化石燃料を大量に燃やすからなんですけども、じゃあエネルギーの元である化石燃料を化石燃料じゃない再生可能エネルギーに切り替えていく、風力とか太陽光ですね、切り替えていった方がいいじゃないですかって話があります。でこれをもう今はまだ無理だけど、将来的には 100% 私たちが使っている電気とか私たちが使っている他のエネルギーを全部再生可能エネルギーにしますよということを宣言する企業さんが出てきてますね。でこんなことをですね、数年前だったら私たちみたいな環境の重要しか言わなかったんです。でそういう私たちが言うと、何言ってたお前らみたいな感じで言われるのがオチだったようなことを、企業さんがもう公式なスタンスとして出してきて、でここに書いてある企業さんって別にそのなんかどうでもいい企業さんっていう名前じゃないですよね。もう皆さんおそらくこの中で知らない企業さんのというか、全くここに掲げられている企業さんの名前を知らない方っていうのが珍しいぐらいの企業さんが声を上げてですね、私たちはそういう社会を目指していきますからということを言ってくれて、すごく心強い社会に移ってきたなと。だから一見先ほど関谷さんもおっしゃったように、そのトランプ政権の話でわーってお題が出て、あれ昼のワイドショーでパリ協定という言葉が使われたことで私結構嬉しかったんですけど、逆にですね、そういう意味でいろんな意味でネガティブなニュースも多いんですが、ポジティブな動きがすごく広がってきているというのも事実で、ただ注意しなきゃいけないのは次のスライドお願いします。国内を見てみると若干問題がいくつかあります。一つはですね、石炭火力発電所がすごく多く増えてしまった。
このグラフはちょっと分かりにくいと思うんですけど、左から今ある石炭火力発電所の量が41ギガワット、まあ、量だと思ってください。そんだけあると。でこれに対して、まあ、その後ですね、寿命を迎えてくるのが大体10ギガワットぐらいがあって、それに加えて今建設計画が立ってるやつが21ギガワットぐらいですね。でトータルでいくと大体61ギガワットぐらいになっていくでしょうと。でこれがもし全部立ってしまっていて全部稼働しているとすると、先ほど関谷さんからご説明があった2030年の日本の目標に対して6200万トンも余分な CO2 が出ちゃうんですね。で6200万トンって言ってもピンとこないと思うんですけども、大体ですね、世帯でいうと1000万世帯以上の1200万世帯ぐらいの CO2 の排出量に相当します。それぐらい余分の CO2 がこの石炭火力発電から増えてしまっているということによって出てきてしまうと。じゃあ誰のせいか。一つは、まあ、これ安いんですね、石炭って。安いっていうことに乗じて立ててしまっている人たちもいるんですが、もう一つ悪い人たちがいます。次にそれ。それはですね、皆さんです。っていうと、ちょっとびっくりするから、いいかなと思って言ってみたかったんですけども、まあ、それは冗談としてもですね、なんでかっていうのは、実は、地球環境問題に関する関心というのは、過去、まあ、9年、10年ぐらいで下がってきていますね。これ内閣府がやった世論調査なんですけども、8割以上の人たちが関心があると答えてくださっている直近の調査、去年の調査です。ただ9年前の調査と比べるとポイント数は下がってるんですね。なのでこれはある意味しょうがないんです。震災があったので、震災以降若干その仕方ない理由で環境問題に対する関心が下がっているんですが、もう一度ここを盛り上げていかないといけない局面に来ているんじゃないかなというふうに。それが出てくると企業の方も、いやいや、石炭ばっかり増やしちゃいけないねって話になってくるんじゃないかというふうに思っています。はい、どうもありがとうございます。まあ、いろいろとですね、アメリカ国内の企業とか、自治体の、まあ、その心強い動きがある一方で、まあ、国内においては関心の低下が心配であると、いうことでありましたが、じゃあまさにその関心の低下に関係してですね、非常に直接的に、影響を及ぼすお仕事をしていらっしゃる、大場さんに、伺ってみたいと思います。お願いします。ご紹介ありがとうございます。毎日新聞の大場と申します。よろしくお願いします。マスメディアから見たときに書かせていただきましたけども、メディア会社によっていろいろスタンスもありますので、まあ、一新聞社若干かなり試験も入りますけども、例と思って聞いていただけるとありがたいです。次お願いします。まあ、先ほど今関心というお話ありましたけど、正直申し上げて環境気候変動の問題で一面の飾るということはなかなか多くはありません。加計学園とか森友はもう連日のようにですけれども、正直言って頑張ってようやくっていう状況です。でパリ協定が採択された時はもちろんこれ画期的な合意だったということで、月に3回長官の一面を飾りました。でその後やっぱりパリ協定をどうやってこう実効的なものにしていくかっていうのはそれぞれの国民の理解がないと進まないものですので、その後どうやってこう関心を高めるような報道ができるんだろうか、で私たち自身もこの関心をこう高めていけるんだろうかというふうに正直いろいろ懸念はしていたんですけれども、トランプさんが大統領選で勝ってからですね、これは科学記事ではないんですけれども、やっぱりパリ協定に関連して一面に登場する回数が正直増えるという、正直微妙な気持ちではあるんですけれども、皆さんの目にパリ協定という言葉が触れる機会というのは正直増えてます。で、先月の段階でその離脱を表明した月に関しても採択の月より多くなってまして、今月も G20 ありましたので、まだパリ協定に関する記事がどんどん出ているという状況です。で次お願いします。これ採択された日の長官なんですが、この時は軽減税率が話題になってたということもありまして、左肩、2番手のニュースだったんです。で次のスライドお願いします。離脱した時はもう一面頭でも、一面の3分の2ぐらい取るんじゃないかぐらいの勢いで、こういった記事を載せさせていただきまして、それも、環境を担当している記者だけではなくて、政治部あるいは外信部、それから社内に関わる記事を作る
あらゆる部署が関わるような形でこういった記事を書くようになっています。で次お願いします。でこれはざっくりしたちょっと中継なので、例えば一般の方からの投書、あるいは専門家の方の寄稿とかも含めて、パリ協定という言葉が1回でも登場したらどれぐらい記事がどれぐらいあるかっていうのをちょっとざっくり、調べてみたんですが、採択された当時よりもトランプさんが離脱したっていうことを、離脱しますというふうに表明したところの方が増えていて、この 大統領選の時も一つの山があるんですけれども、まあ、正直なところ、その環境問題を担当している記者としてはこういう取り上げ方をすることっていうのは微妙なことではあるんですが、関心を高めるという上ではトランプさんはそのやり方自体は別として一定の役割を果たしているんじゃないかなという気がしています。ただし別にトランプさんがパリ協定離脱を取り上げているっていうのはパリ協定の中身で日本がどうしていくかっていうことを記事で紹介しているわけではなくて、ちょっとトランプさんおかしいんじゃないのっていう世界の流れと違うんじゃないですかっていう側面で捉えることが多く、必ずしもそれがパリ協定の実効性を高めることにつながっているという記事にはなっていないというのが今のところの懸念です。次お願いします。でメディアとしてはこれからどうしていくか、トランプさんがアメリカの大統領である限りで、パリ協定から離脱すると言っている限りは、やはりそういった国際会議があるたびにパリ協定という言葉が出てきてトランプさんを批判する記事っていうのはまた出続けていくと思いますが、それを紹介するだけではやっぱりパリ協定の中身とは全くなんか実効性を高めることとは関係なく、また日本政府として日本国民としてじゃあこれからどうしていきますかっていうものにはつながっていきませんので、こういったトランプさんを批判するような世界の潮流を自分のこととしてこれからどうやって取り組んでいきますかっていうことにつながるような記事をどう書いていくべきかっていうのが一つの課題だというふうに認識しています。あとは今回米国のパリ協定離脱の中で、今までは気候変動の問題というとどちらかというと、若干批判的な産業界の声であるとか、あるいはその科学を担当する記者であるとか、そういった側面から書くことが多かったんですけれども、この機会に例えば国際政治を担当する記者であるとかがやっぱり関心を持つようになっている、そういう中でその流れを止めずにいろんなニュースの中に気候変動っていうのは全て関わっているんだっていうような形でこれから報道していくことが必要になってくると思いますので、それをどうやって定着させていただくかっていうのが、我々の課題なのかなというふうに思っています。ありがとうございます。ありがとうございました。ですね、そういうわけで話題提供を一通り皆さん聞いていただきましたけれども、どうでしょう、どのように受け止められましたでしょうか。全体的にですね、今日のパネリストのお話は割と前向きというか希望のある、アメリカが抜けても、企業も自治体もやるって言ってるんだから、結構いけんじゃないか、対策もですね、どんどんそのコストじゃなくて、投資機会に、なっている、対策 その、例えば再生可能エネルギーのコストもどんどん下がっている、いけるんじゃないかって、そういう感じのお話が多かったですけど、いや本当にそんなにうまくいくんですかっていうですね、お感じになる方もいらっしゃるかもしれない。まだ今日パネリストの中でも言ってないこともあるかもしれません。ちょっとですね、丸バツで一回皆さんに伺ってみたいと思うんですけれども、今日ここまでお話をお聞きになってですね、世界がちょっと日本の個別的な話は後でやりたいと思います。一回、日本は少し棚に上げてですね、日本にこだわらず世界全体で、世界が京都議定書の目標に、真摯に立ち向かっているなと、思う方は丸、いやいないんじゃないかと思う方は罰を挙げてみてください。お願いします。はい、はい、どうでしょうか。はい、
ありがとうございます。割と×が多い6、7割、×3、4割丸というふうに言いましたけれども、ですね、どっちでもいいです。あの×の方はどの辺が、特に心配であるという意見おありの方いらっしゃいますか。あるいは丸の方で、いや、あの自分はこういうところは確かに、いいんじゃないかと思います。まあ、先ほども日本でも関心の低下という話がありましたけれども、はい、ありがとうございます。まず一つの求め方だと思います。他に、お発言があるので。じゃあこの辺でちょっとパネリストの皆さん何か応答されたい方いらっしゃいますか。ありました。あの最初の方におっしゃっていただいたその温暖化対策を感じるのは多くの国にとっては難しいというところについては、私はあの WWF というのは多分おそらくほとんどの方がご存じないと思うんですけども、100カ国以上で活動を展開している関係部署なので、でもその途上国でも活動をしているオフィサーがいまして、彼らの中にその温暖化を担当している人たちがいて、彼らはやっぱりその例えばインドで温暖化といっても普通の人には通じないという話を言って、で中国のオフィサーも別に普通に温暖化の話をしても通じないと。ただ最近の少し大きな傾向としては、やっぱその温暖化対策をするといったときに、あのこういうメリットもありますよって話をするというのが大事だという話を、例えばですね、あの中国では最近あのやっぱりなぜ中国が最近こんなに温暖化対策の中で有名になってきたのかといいますと、あの一つは国内で大気汚染がひどすぎて、でその大気汚染対策をするということは結局温暖化対策にもなるということなんです。要するに大気汚染の大きな原因は石炭化の感染症なので、それをあのより効率的なものにして、かつあの切り替えなるべくそんなにあの過剰に立てないようにするという政策は結局 CO2 の対策にもなるので、じゃあいいじゃないですか、ね、大気汚染対策にもなるし温暖化対策にもなるじゃないですかという発想する。要するにその専門用語でこれコーベネフィットって言うんですけども、その温暖化 CO2 削減だけじゃなくて他にも利益がある。で逆に言うとその他の利益の話から始めていくと、まあ、国内でも徐々に広がる可能性がありますねって話。例えばインドでもあの農村地区なんかですと、あのどでかい発電所を建てるっていうことにそんなにあのメリットがなかったりするわけですよね。電線引いてこないといけないし、じゃあでも太陽光パネルを取り付けるっていうのはそんなに難しい話じゃない。そうすると森に電気があるとか村に電気が通るとかですね、足が速いんですね。あの再生可能エネルギーの方が圧倒的に規模が小さいから。でそしたらそれでいいじゃないですかという発想があるわけです。でそういう形であのインドなんかは太陽光の普及の度合いがすごく速かったりとかっていうのもあります。そういう形でその地域地域の事情に合わせた形で温暖化対策を語るっていうことが最近では少しずつされるようになってきて、まだまだ不十分なんですけども、あの、まあ、やるようになってきたというところが一つあるかなと思います。ちょっと喋りすぎたら、はい、ありがとうございます。他にはいかがですか。そしたらですね、ちょっとあの科学の部分に関して、まだ皆さん疑問をお持ちの方多いのかなという感じが、今いたしましたので、その話を少ししてみたいと思うんですけれども、あのまずですね、今回の企画では、まあ、科学の話をすっ飛ばして国際的なその対策の話をしております。でこれはあの、まあ、毎回、いろいろそのトピックを変えて、議論する中で、まあ、限られた時間で毎回一から科学の話を、まあ、するのもなんだなと思って、そういう構成に、しているわけですけれども、もちろん、参加される皆さんの中でもですね、その科学の話まだ疑問があるんだけどどうなってるんだっていう方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、でちょっとこれも丸バツでお伺いしてみたいと思うんですけれども、そうですね、まあ、世界平均気温がですね、まずの過去の上昇傾向、大部分は、人間活動が原因である温室効果ガスの増加が、まあ、主な原因だと、いうふうに言われてますが、
まあ、確かにそうなんだろうなと思う人は丸、いやちょっとまだそれよくわかんないんじゃないかなと思う方は×をちょっと上げてください。はい、はい、ありがとうございます。1割はいらっしゃらないか、まあ、何人かの方は×を、挙げられました。でこれはですね、まあ、今日僕の立場からすれば、僕が説明すればそこは、より確からしいということを分かっていただけるんじゃないかなと思っています。けれども、まあ、それをちょっと今日長々とご説明する時間が、ないんですけれども、まあ、確かにその、なんていうんですかね、まだそこはよく分からないというふうに思う方がいらっしゃること自体は、なんていうかこう、自然だと思いますし、今日はちょっとそれを受け止めさせていただいて、ちょっとお話を続けさせていただきたいと思います。基本的には僕自身はですね、まあ、先ほど太陽の話も出ましたけれども、太陽活動は現在弱まっていることは確かで、で、まあ、それは何らか の地球の環境にインパクトがあるだろうという議論はありますけれども、その温室効果ガスの増加による気温上昇をですね、打ち消すほどの効果が、あるものではないというふうに、僕はさまざまなその研究のデータから、判断というか理解をしています。で、まあちょっと科学の方はちょっとそういう前提で進めさせていただきたいと思います。後でもしよろしければ質問が終わった後にも来ていただければご説明します。他にいかがですか。世界でって言ってもですね、例えばこの国はどうなのか、アメリカの話が出ましたけれども、アメリカはその企業とその都市は、やるって言ってるかもしれないけれども やらないっていう、そのトランプ、大統領が離脱を表明したことを歓迎している例えば州とか企業もあるんじゃないかとかですね、そういう疑問も湧いてくるかなと、皆さんお願いします。ありがとうございます。いかがですか。どなたか亀山さんあたりいかがですか。今の貴重なコメントありがとうございます。一言では申し上げられないかもしれませんけど、京都議定書の時も当時ブッシュ大統領が京都議定書には参加しないって言ったんですね。で今回もまたトランプさんが離脱する、すごく似たことが2回アメリカで起きてるんですけども、その時のアメリカ国内の反応って全然違ってまして、トランプさんの時には山岸さんが説明してくださったような状態が発生したわけですが、京都議定書の時にはみんなむしろ京都議定書から離脱っていうか不参加で大賛成というか、誰もそのブッシュ大統領に反対する声が出てこなかったですね、州からも企業からも、まあ、そういうことでまずそのアメリカ国内の全体の雰囲気っていうのがもう違ってるっていうのが如実に出てきたっていうのが今回のパターンだというふうに私は見ています。でご質問に直接お答えしますと、アメリカの制度っていうのは日本の制度と違って連邦制度ですよね。ですので日本の中央政府が持っている権限とアメリカの連邦政府が持っている権限の大きさがだいぶ違う、すみません、社会の政府かもしれませんけど、 NP 政策は主にそれぞれの州政府にその決定の権限が認められているので、ブッシュさんがトランプさんが何を言おうとそれぞれの州でうちは再生可能エネルギーやりますんでっていうのもできちゃうんですよね。だそこは日本とは全然違う政治制度になってるということはあります。でカリフォルニア州って50州の一つの州ではありますけれども、1州だけでほぼドイツの排出量と同じような排出量を出してるんです、ね、だからそこでもうカリフォルニアがもう再生可能エネルギー 100% 目指しますと言ったら、それぐらいのインパクトが世界全体の排出量については出るということがございます。で企業についてもおっしゃるように、もちろんその
メリカ国内の石炭産業、鉄鋼産業、自動車産業、そういうエネルギー多消費型の企業はもちろん今回 のパリ協定には乗りにくいんですよね。それはその通りです。でしかしながら全体的な時に、じゃあその石炭産業全体が、その人たちは低炭素っていう話には向かえないかもしれないけれども、国全体がもう石炭火力をやめて再生可能エネルギーに移ろうねって話になってくると、時間はかかりますけども、徐々に例えばそのジョブマーケットっていうか、その雇用の規模、雇用 の市場の場所自体がどんどん変わってくるということになりますから、その1年2年で変わっていくことは難しいですけども、時間かかりながらやっぱりその方向には向かっていくだろうという方でした。すみません、長くなりました。はい、ありがとうございます。そういうわけですね。他にはいかがでしょうか。アメリカはなんとなく分かってきましたけれども、例えば中国、僕はネットでいろいろですね、パリ協定とかそういうニュースの反応を見てると、中国が全然やってないのになんでみたいな、ことを書き込んでらっしゃる方がすごく多い印象を受けるんですよね。皆さんどうですか、温暖化対策に関して中国にはどんな印象を持ってらっしゃいますか。じゃあちょっと聞いてみましょうか。中国は実は気候変動対策を、本気でやっているんじゃないかと、思う方は丸、やってないんじゃないかと思う方は×を挙げてみてもらえますか。はいはい、ありがとうございます。ごく少数丸が、いらっしゃって、あと×なんですけれども、これどう見たらいいか、パネリストの皆さんどうですか。どうなんだか特に中国ご専門じゃないかもしれないですけど、山岸さんなんかどのようにご覧になりますか。中国は、難しいんですけど、2つの側面があります。例えば今世界で最も風力とか太陽光を含めた再生可能エネルギーを量的に導入している国はどこかといわれたら中国なんですね。圧倒的です。なのでそういう意味で言うとすごく進んでますし、先ほど申し上げたように大気汚染が社会問題化してきたことによって国内で温暖化対策を進めるっていうことが発生してきています。ただ依然として世界第1位の排出国であるということは変わらないの でそしておそらく今後もしばらくは排出量が増えるだろうというふうには考えています。ただですね、これもまた面白くて、ここ数年は排出量の成長が止まっているんですね。で同時にですね、これ産業問題にお詳しい方はよくご存知だと思うんですけど、中国っていろんな生産設備がちょっと作りすぎている状態です。例えば排出量を、先ほど重工長大産業という話がありましたけども、排出量が多い産業として有名な産業で鉄鋼産業というのがありますが、鉄鋼の設備は中国ではもう明らかに過剰になっているんですね。なのでもうちょっと設備が過剰すぎて、これ以上作っちゃうと生産をして、その工場の稼働率が落ちちゃうから、もう見合わないと、だからちょっと熱くなりましょうっていう話になり始めています。で石炭の火力発電所についても同様の傾向が見られていて、実はもう設備が過剰すぎますと、そんなにいらないでしょうっていう話が中国国内で実際に出始めているんですね。なのでひょっとしたらみんなが思っているよりも早く中国の排出量というのは実際に減少傾向に転じるんじゃないかっていう、ちょっとこれも楽観的であるんですけども、話があって、そうなってきた時にそのスピード感っていうのが、果たして私たちがいやいや中国まだできないでしょって思っているようなスピード感なのか、あっという間なのか、その辺はこれから分かってくるかなという感じであります。ただ私としては一種の期待を込めてですね、日本もそこをちょっと見て、いやまだまだですよねって油断するのではなくて、先陣を切ってほしいなというのが私です。はい、1個だけ追加ですが、二酸化炭素を減らそうと思ったら木を植えるっていうのも一つの選択肢なんですね。で今世界全体で見ると森林の面積っていうのはまだ減少傾向にあるんです。ブラジルとかインドネシアなどで切られてるんですが、世界のそれを少し逆に植林で補おうとしているので、今すごい勢いで植林が進んでいるのは中国なんです。
それで、本当グラフで見ていただくと、まだその減少を全部食い止めるまでには及ばないんですけども、毎年毎年すごい勢いで食料が、でそれはもちろんその段階以外にも、防砂林みたいな形で砂漠化で今黄砂が飛んでくるんですけども、それを食い止めるようなためとか、いろんな目的で植林が行われているんですけども、いずれにしても温暖化対策の一つとして非常に力を入れているのが中国ということです。はい、ありがとうございます。そういういろんな面があるということですね。中国図体が大きいですから、本気でやり始めたらインパクトでかい、わけであります。さて、それでですね、そろそろじゃあ日本はどうか、皆さん先ほどの関谷さんからは、日本のですね、考え方について対策の考え方についてご説明ありましたけれども、でどのように受け止められたかですね、これ丸抜で伺ってみたいと思いますけれども、日本は気候変動対策パリ協定の目標に向かって、真摯に立ち向かっているなと思う方は丸を、いないなと思う方は×を挙げていただけますでしょうか。お願いします。はい、はい、どう関谷さんにあまり遠慮せずに遠慮ないですありがとうございます。遠慮ないです。丸の方が 1、2割ぐらいですかね。まずの方が多かったんですけれども、何かこう特にこういうところがというご意見、どうもありがとうございます。ですね、僕は石炭火力の反対運動に関しては注意深く見てるとですね、結構やってるの報道もですね、実はある時期結構見た気がしておりまして、仙台のですね、石炭火力に関しては結構住民の反対運動が盛り上がっていまして、大場さんなんかその辺記事書かれたりとかしたことはないですか。直接取材をしているわけではないんですが、ちょうど、今週の木曜日付で全国の石炭火力の計画であるとかに関してのまとめの記事を同僚が書かせていただいていまして、個別の計画に関して毎日記事を載せるというのはなかなか難しいんですけれども、やっぱりその石炭火力に対する問題意識というのはだんだん高まってきておりまして、そういったまとめた形で、あるいはその、今の環境大臣が比較的厳しい発言をされていますので、そういった発言を利用する形での記事が徐々に増えつつあります。ありがとうございます。ですね、時間があとだんだん、20分を切ってまいりましたので、パネリストの皆さんはですね、締め の一言をこう準備、いただきながら時々探していただきたいと思います。あと10分弱で、締めに入っていきたいと思います。皆さん、あと、他に日本の取り組み方でちょっとここが気になっていると、ここはちょっと聞いてみたいという点があることはありますか。どうぞ、そちらお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ関谷さん、お願いいたします。カーボンプライシング、入れる必要があるっていうのは簡単だけれども、実際にはいろいろ配慮が必要なんじゃないかということです。はい、ご指摘含めてありがとうございます。なかなかそういったご質問をいただけるのがですね、むしろありがたいと思います。今日お越しの方はどこまで皆さん その辺に関心を持っておられるか分からずに喋ってますけども、カーボンプライシングはいろんなやり方がある政策だと思います。端的なもので、典型的なもので言えば、一つは炭素税と呼ばれる税金ですね。で炭素の排出、二酸化炭素の排出の多いものにはその分税金を増やし、少ないものには少なくかけるということであります。それからもう一つは大きく排出をする企業なんかに排出枠というのを決めて、でその排出枠を守るためにですね、自分で対策をしてガスを出してもいいし、枠が余ってる人からそれをお金で買ってもいい、安いものでやってもいい、
そういうことでやることで、まあ、全体として見れば、一番経済的な形でガスを減らす、まあ、そういった仕組みです。いずれにしろその、炭素に価格をつけて、炭素の排出を少ない方向に誘導していくというものです。まあ、それとあの別なやり方として普通に規制しちゃうというのもあるんですけど、規制をするということはその、まあ、簡単ではあるかもしれないですが、経済合理性はもしかしたら規制するかもしれないので、まあ、できるだけその経済的なことを考えると、まあ、プライシングがいいんじゃないかという件がかなりあります。他の国とのリンケージということは、連携ということがないといけないんじゃないか。リンケージというのは、日本で例えば装備をしていた工場が、日本がなんか炭素税を入れるということであれば、じゃあ炭素税のない国に行って、工場を作って、そっちで、やっちゃえばいいんじゃないかっていう、つまりリンケージで漏れるということなので、排出が外に出ちゃうということをリンケージと言っています。まあ、そういったことはない、あるんじゃないかということですね。で、確かにそういう恐れがあるというふうに指摘はありますので、これをどうするかというのは一つ課題になります。いろんな、まあ、考え方があります。一つは、まあ、確かに各国の連携というのがあって、ちょうど今いい例としてはですね、さっき中国の話あったんですが、中国は、今年から全国レベルで排出量取引というのを導入することになったというか、もう導入してます。で、韓国も2015年から導入しています。つまり日本が逆に入ってないというような状況になっているので、まあ、いきなりね、じゃあ排出量取引を中国の企業にするのかというのはちょっとまだちょっと早い議論なんですが、まあ、そういったものを排除せずですね、どういった形が日本に合っているのか、あるいはおっしゃったようにリーケージという問題が生じないで済む制度設計、選択というのは何なのかというのを、考えていかなきゃいけない。で、環境省はまだ答えないです、正直。で、今年6月からですね、そこは今山本環境大臣なんですけども、大臣の下でですね、このカーボンプライシングの検討会を立ち上げておりまして、まだ2回目かな、2回ぐらいしかまだやってないんですが、できるだけ早くそれで、日本としての案を作っていきたいと思ってますので、今いただいた論点非常に重要なところなので、しっかりと議論していきたいというふうに思っています。ただ強調したいのは、結構もうこれトレンドと言っていいぐらい他の国、いろんな国で入っているんですけど、日本も実は地球温暖化対策税って皆さん実はお払いいただいててですね、非常にちょこっとなんですね。他の国の炭素税本格的に入れているところと比べると非常に低い税率なので、あんまり効果がまだないということで、まあ、そういったものもどうしていくか考えていきたいと思います。どうもありがとうございます。他にいかがですか。もう一つぐらい。まずですね、単発の機会として例えば学校に呼んでいただいたりするということは、まあ、たまにあります。ただ何ですか、こう体系だって、そういうプログラムがあったりとかっていうことはあんまりないので、確かに問題かなと思ってます。でもう一つ、私個人的にそういうこれからの若い世代の方々に広める上ですごく大事だと思っているのが、タレントをちゃんと使うということでして、アメリカだと例えばディカプリオとかですね、超大物スターが普通に語るんですね、この問題に対してと。でそういうのって結構大事だったりするんですけども、日本ってそういう話をする芸能人であれタレントであればするとですね、ちょっとあいつ真面目腐っててダメだみたいな雰囲気が出てきちゃうので、そこをなんとかして変えていかないといけないなと。で、なんといってもやっぱりこう最初の接点、そこから深みにはまっていただければいいので、最初の接点を提供するような人たちが上手にやってくれないと、なかなかその元々関心のある層を超えては伝わらないっていう一連のすごく考えたと思っています。で、あと教育現場で言いますと、まあ、今いろんなことを教育現場で教え通されていて、例えば今ですと英語教育がガッと今、ね、入ってきましたね。それによって先生方かなり忙しくなってきていて、まあ、それはそれも大事なことだと思うんですが、なかなかこう時間が割けないという先生方自身の中のキャパビルというのも結構必要なんじゃないかなと。で、どうやって時間を割いていただくかというところの工夫も必要かなというふうには思っています。ちょっとさみだれ的な、時間がないというプレッシャーがかかっているんですが、さみだれ的な回答になってしまいましたが、そういうことです。はい、ご協力ありがとうございます。関谷さんからもありますか。すいません、パネルを書いていただきます。すいません。
はい、そうなんですよね。私も高校生の子供がいるので非常に思うんですけど、あまり関心ないですよ、正直言って。で家でスイッチ消してるのは私だけになっちゃったりしてるんですね。去年この場で高校生の方にも参加していただいた時あったんですけど、聞いたらやっぱり学校で小学校の時むしろ教わることはあるんだけど、中学高校になるとなんか減っちゃってあまりないっていうんですよね。ですからやっぱり忙しくなっちゃうんですね。見てても本当にもう日々課題に追われてて、なかなか難しいんだと思うんで、やっぱりこうせっかくあれなんで、その特別な機会を、やっぱり作ってあげないといけないんじゃないかなというふうに思いますね。でその時に我々こういう仕事をしてる人たちもそうなんですけど、普段やっぱり学校の先生方と接点がないんで、そういう時はやっぱり親の出番というか、なんかちょっとこう地域の方での関わりっていうのをもう少し学校レベルにちょっとこう食い込んでいくとかですね、そういったところからやっていかなきゃいけないのかなと思います。ですから教育というと文部科学省学校みたいな感じになるんだけど、もうちょっと地域のつながりっていうか、そういうところをやっていく必要なのかなと。でも環境省もそういうところを一応やってるんだけど、ちょっとまだ弱いなと私も正直思っているところで、この問題についてもできるだけ素材をですね作ったりということはやってはいるんですけれども、もうちょっと分かりやすく素材を皆さんに使っていただけるようなものを用意していきたいなというふうに思います。ありがとうございます。じゃあですね、時間が参りましたので、あと10分弱ですので、パネリストの皆さんから締めの一言をいただいて、締めていきたいと思いますけれども、こちらから大場さんから順番に言ってよろしいですか。でその前にちょっと一瞬心の準備をしていただく、間に今の話題でちょっと僕も知っていることを申し上げますと、今関谷さんから最後にその環境省の方でも準備しているということに関して僕も手伝わせていただいているので、一つはですね、テレビで天気予報をやっている気象キャスターの人たちですね。で天気の話題から入るとみんなその温暖化の話に入ってきやすいみたいなことがありますので、ああいう人たちが学校に出向いて出前授業をやるという、こういうグループがあります、ね、気象キャスターネットワークというんですけども、でその人たちと環境省で、連携してですね、温暖化防止コミュニケーターっていうんですけれども、コミュニケーターの、資格を取っていただいて、で資格を取ると、その教材が、その気象キャスターの人とか、あるいは僕とかが監修をした、教材を使ってもらって学校で出前授業をやると。でそれは先生がやってくれてもいいし、その地域の方がやってくれてもいいし、気象キャスターを呼んでもいいと、そういう形のものが制度ができてますので、ぜひご活用いただければと思います。はい、それでは締めていきたいと思います。じゃあまず大場さんからお願いします。トランプさんの報道に関してということなんですけれども、そのトランプさんがパリ協定からの離脱を表明した時の記事で、こういう大きなニュースがありますと、大体そこの担当の部長が論文という形で紙面を掲載するんですが、今回そのパリ協定離脱をかけて東京の科学環境部長が書いた論文というのは、アメリカは緩やかに衰退するぞというなんか呪いのような脅しのような言葉を書きました。ただよく考えればパリ協定の目標に向かって真面目に取り組まない、あるいはこうパリ協定を軽視する、科学を軽視するというような姿勢をもし今後日本が取るようなことがあれば、それを自分たちに向かって書かなければならない、指摘しなければならないことだというふうに思います。今回そのトランプさんに向けて自分たちが向けた言葉は、手を緩めた時に自分たちに向かってくる言葉だっていうのをこう肝に銘じて、これからどういうことが必要なのか考えて取材をしていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。山岸さんお願いします。はい、私は選択を通じた脱炭素化という話をさせていただきたいんですが、どういうことかといいますと、よくこういうイベントの最後では身近にできることをお話ししてくださいっていうリクエストがあったりします。
で、身近にできることっていうと、その家庭でできる省エネとかっていうのがさっきの思い浮かぶんですが、もう一つ大事なこととして選ぶということがあると思います。どういうことかっていうと、まあ一番分かりやすいのは選挙で選ぶ。で、もう一つは電気会社を選ぶ。商品を買うときに選ぶと。皆さんは一人一人の中に内在している力の中で最も大きなものはこの選ぶという力だと思っています。選挙の時に政治家を選ぶ際にですね、温暖化問題をどうしているかということを選ばないで選んだ人たちが温暖化対策をやらなかったからといって我々に責める責任があるんでしょうかと。企業さんを選ぶ時に何らかの形で商品を選ぶのかサービスを選ぶのか、そういう時に温暖化対策を真剣じゃないということで選んでいるにもかかわらず、その企業がちゃんとやってないということを我々は非難できるのかと。私たちは今どんな局面で選ぶということをしなければ、その選び、逆に言えば私たちは脱炭素化社会というのをちゃんと選び取る力が一人の中にあるんだと思っていて、これは私たちがやらない責任でもあると思うんですね。温暖化の被害というのは一番最初に行くのは最も排出をしていない人たち、一番最初に行きたいんです。最も責任がない人たちがもうすでに国民としての移住を考えていたりとか、広がる干ばつによって影響を受けていたりとかします。その時に、いや科学的になんとなく確かだからという理由で座して待つというのはもうそれは科学ではなくて政治的な大敗だと思います。なので私たちはその選択を通じて変えていかなければいけないんじゃないかというふうに思っております。山井さんありがとうございました。クールチョイスなんですけど、クールチョイスはですね、政治を選ぶ、電気を選ぶ、そして社会を選ぶいうところまでぜひ皆さん広げて考えていただきたいということかなと思います。ありがとうございます。それでは関谷さんお願いいたします。はい、私は世界の潮流乗り遅れるな日本が作れという形にしてみました。今日お話を皆さんとさせていただいて、やっぱりこう温暖化対策っていうのがなんて言うんでしょうかね、そのやるべきことだということは皆さん思っておられるかもしれませんが、その結果として本当に温暖化が止まるのかとか、あるいは他の国もちゃんとやるのかとか、そういったところはどうしても拭いきれないところがあるのかなというふうに思いました。ただむしろですね、このパリ協定できてから見てみますと世界の潮流ものすごい速いです。特に再生可能エネルギーの世界は本当にもう日本はもう なんで日本だけこうなってるんだろうっていうぐらいですね、値段の下がり方とかも半端じゃないです。もうむしろ再生可能エネルギーの方が安いっていうところがどんどん出てきちゃうんですね。日本はちょっとまだ高いんですけど、そういったところからだけを見てもちょっと潮流に乗り遅れかけてるかなと。でこれ何に意味するかっていうと、日本の国がこれからですね、生きていく上で非常に選択肢が狭まっちゃうんじゃないかなと思います。ですからそういうことないように、なんとか潮流に乗り遅れ、せめて乗り遅れで、できれば日本が、先ほどちょっと私も言いましたが、温暖化対策で日本の課題も解決していきたい、ね、日本はやっぱりその世界に冠たる高齢化社会ですし、人口は少なくなっていろんな課題ありますけど、これをなんとか解決する方策をですね、考えていく中で世界をむしろ引っ張ると言いますか、ある意味のモデル、一つの、そういったものを提供できる、そういった存在になれるんじゃないかなというふうに思ってますので、そういったのを期待を込めてちょっとここにしてみました。どうもありがとうございました。関谷さんありがとうございました。じゃあ最後、亀山さんお願いいたします。はい、私は科学の伝え方というふうに書きました。今日 のご質問でも、そもそも二酸化炭素が増加して本当に温暖化が起きるということがまだ十分に浸透してないんじゃないかというご意見がございました。なかなか科学者というのは 100% 確かでないと、はい、断定しないんですよね。ですから今こんだけ毎日暑いのが続いているのは温暖化が原因なのかとか、九州 の洪水は温暖化が影響なのかという質問が来た時に、どうしても研究者というのは、70何パーセントの確からしさでとか、すごく正確に答えてしまうんですね。でそれはそれで科学者の役割として正しいわけなんですけども、多分世の中が問いているのはイエスかノーかどっちか
って、まあ、そういうことではないかと思います。で、私たちは決してその煽ってはいけないわけですけれども、正確な情報をどれだけ分かりやすく伝えるのかという、でどれだけ皆さんに納得いただくのかということが重要ではないかと思っております。それで、まあ、こういったパネルを毎年私たちが開催して、でそれも私たちが一方的にしゃべるのではなくって、できるだけ皆様フロアからのご質問を受ける時間を毎年毎年どんどん増やす傾向にあるんですけども、まあ、そういったことで対話をするということを重視するようにしております。また年に2回は東京とあと別の町で郷土とかで一般公開シンポジウムともやっておりまして、そこの場でもできるだけ皆様に直接お話しすることで、まあ、理解を深めていただこうという努力をしております。やっぱりこういう対話をするということが一番皆さんに納得いただく近道じゃないかと思っておりまして、なんか私がまとめてもしょうがないんですけど、いらしていただいたのは非常にありがたく思いますし、今後私たちもそういう努力を続けていきたいと思っております。すいません。はい、亀山さんありがとうございました。僕が言おうと思ったことは全部言っていただきました。対話ですね。今日は本当に、皆さんのおかげで、対話をさせていただいた、いただけた感じがしております。本当にありがとうございました。ぜひこの問題に引き続き、報道等でもですね、関心をお持ちいただけたらというふうに思います。それでは皆さんどうもありがとうございました。